初心ボギア X ドライブアンリミテッド。はい、こんにちは、ジャンゴです。ってことでね、戦記絶唱シンフォギア X ドライブアンリミテッド、今日メンテナンスがあって、メンテ明け、ここの画面がね変わったんですよね。ここが変わるのね、俺が始めてからは初めてのことなんですけど、まあ夏仕様でね、みんな水着ギアを装着しておりますということで、音楽も変わって、この曲は何の曲なんだろうちょっとまあなんだろう、新しい曲なのかなっていうことで、まあ見ていくと、はい。でね、まあメンテ明けでね、いろいろなんだろう、聴覚性とかね、なんかいろいろ出てるみたいなんですが、まあ俺にはまだあまり関係のない話かなということでね。っていうのもまあやっぱりね、毎日配信が元でゲームやり始めたのでね、最近になってログイン50日みたいなミッションでね、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、この辺多分スペシャルかフリーにあった、ログイン50回しましたよみたいなのを最近もらったぐらいなので、まあそうですよね、52話だから、あれを見て始めたらちょうどそのぐらいにはなるんですよね、きっと。っていう時期なので、まあ2周年のガチャでね、いろいろ戦力をアップしたので、試しにバトルアリーナとかもやってみようかなって話をしてたので、前回、今回ちょっとバトルアリーナで戦ってみようかなと思います。ってことで、まあいいのかな、これで。まあ相手も50レベル、52レベル、56レベルっていうのが少し高いけど、まあ戦ってみようと。でね、一応デッキも組んでみたのですが、力と耐属性の、アタック、まあ特殊と物理がね、ちょっとこのゲームの特殊と物理の扱いがよく分かってないので、適当なんて、適当というか、まあ謎なんですけど、まあ、特殊アタック 10% 上げるよってことで、2属性強化してくれるわけだから、まあ耐属性と力属性でデッキを組んでみようかなという形で、こんな感じで作ってみました。まあこれもこの作り方で合ってるのかどうなのかちょっとよくまだわからないですが、試しにね、一回戦ってみようかなと思います。ってことで、行きましょう。あ、せっかくだから技も見るか。これ外しとけば一応技見れるよね。さあ、どんな感じで、戦いが進んでいくのか。まあこれね、ちょっと音楽かかってるのが大丈夫なのかなとか不安なのでその部分もあるんだけど、まあちょっと喋って、うわぁ、なんかいきなり死んだ、びっくりした。え、強くないか相手、何されたんだ今。これがホワイトナイト。おー、どんな感じ、食らう。1体ミクさんを倒したぞ。ただこっちは2体やら、2人やられてる。うわー、なんか負けそうだな。おーっと、この響きはイベントのやつか。これ持ってない方、持ってない方っていうか、引けなかったですよね。まあ一回しか引いてないんだけどね、あのガチャは。おー、すごいな、これも。お、これは、出愛描写アウトっていうことでね、これね、これはどれぐらい入るの？全然対戦でのダメージがどんな感じなのか。あ、っていうか一番前にあれか、5人の合わせたゲージみたいなのが出てるんだね。圧倒的にやられてるわ。うわー、あ、復活した。そうかそうか、復活するって書いてあったもんね、なんか。しかしやられる。まあでも相手のゲージもそこそこ削れてたな。はい、っていう感じですね。やられました。どうしよう、もう一回ぐらいやってみる。
次は、属性はバラバラだし、一応レベル50、56のミクさんはいるけど、どうだろう。まあ同じチームで戦ってみましょう。さあ、お、レベル高っ、ランクか、プレイヤーランク高いな。相手もさあ、今度はどうだ。ていうか力は地属性、あれ地属性、ちょっと属性のあれがよく分かってないな。力はなんかね、他のゲームだとごっちゃになっちゃうんだよね。力は攻撃するんだっけ、このゲームは。消し止め、おお、これも結構かっこいいな。おお、出た指令が。強者じゃないのに強いという。おお。例えばこの EX ってやつはなんだ、ゲージとかが溜まるのかな。さっきどうなってただろう、ちょっと気づかなかったんだけど、なんか左下にあるよね、ここの EX ってやつ。お、ミクさんが、ミクさん、これはなんだ。あ、これ溜まりに来て、あ、これこれか、この間の。うわーと、しかし食らわなかった。これは勝てそうだね、なんか。これは勝てそうだぞ。よし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 。まあ一勝一敗でいい感じに動画は終わせそうかな。勝って終わろう。さあ。これが私の正義です。え、これ2回目か？よーし。この EX ってやつ止まらないのかな？条件を満たしていないため発動できません。これはどうなったら使えるんだ？お、こう、なんちゃら。よし、勝ったっぽいが、この左下のやつは使えないまま終わるのか。あと2人。いや、ちょっと待った。よく見ると全然風成源十郎のライフが減ってないんだけど。これは最後の一人が手強いのか。こっちも失礼利用者との返しをして、これでどれぐらい食らうんだ。お、ちょっと減ったか。もう少し、結構1試合が長いね。まあ演出カットすればもっと短いんだろうけど、まあせっかくなので今回は見ていこう。さあ、おーっと、あ、復活するのか、これで。これはいつ打てるんだ条件を満たしてない。なんか条件があるのかな。力が見えるか。あ、勝て、もう、もうでも、とどめさせそうだね。こっちも結構減ってきてるけど、うん。せい、よし。やったです。ってことで、2回目は勝てたね。はい。ってことでね、まあちょっと取る前にも何回かやってみて、今、バトル回数8で、5勝3敗ってなってるんですけど、まあ勝率6割。まああんまりいい感じはしないけど、まあやっぱり育てがね、覚醒とかできてないのがちょっと大きいのかな。僕はもう寝ますけど。うん、ここの、ここがね、あ、あとね、セレナ、セレナ、ん？セレナじゃない、マリア。
育てるの大変ですよみたいなこと言われてたけど、育てるの大変ですよ、確かにそうだわ。1500ってなんだよと思ったもんね。18しかない今まあレベル上げるのもね結構他に比べて大変みたいなので、まあ他の、まあやっぱり他にも育てられてないキャラ結構いるので、まあしばらくはこのマリアさんは置いておくだけになっちゃうかなという感じですかね。とりあえずこの玉響きとかも使ってみたいかな。これこ、まあ光属性一応ね、今力属性と体属性が育ってるから、まああと地も使えるかな、ものによっちゃ。うん、で心と技とかもね結構育ってるキャラがいないので、まあレベル上げていくとこからやっていこうかなって感じかな。うん、でね、まあランクも上げたいけどメインシナリオの方もねまだ GX が終わってないので、で結構ねメインシナリオも推奨レベル51とかにこの辺だとなってきて、相性を結構気にしないとね普通に負けちゃいそうになるんだよね。で心に相性いいやつがなんだっけ、ねどこで見れるのかな。僕はもう寝ますけどまだ起きてる。あ、どこでちょっと相性見れるかわかんないけどなんかどっかで見れないのかな。まあね、ちょっと相性表もねよく覚えてないんだよねこれのやつね。まあ多分力がこっちに強くてこっちに強くてみたいな時計回りになってて真ん中に度が入ってるって感じだったんですけど、まあだから心に強いの体、あれ体でいいのかな、技かな。なんか技だとすると技はね3人育ってるのがいないのでなかなかねシナリオメインシナリオすらね進めらんないから、ちょっとまあガチャで引いたねキャラたちをしっかりレベル上げていくとこからやっていこうかなと思いますっていう感じかな。うん、まあだから今回はね、もしかしたらガチャ動画以外を撮るのシンフォギア初めてかもしれないんですが、バトルアリーナだけの動画をちょっと撮ってみましたというところかな。うん、まあなんかこのキャラ強いですよとかあったら教えてくれるとそれはそれで、まあ俺が持ってるかどうかっていうのとか、まあ育ってないからまだ使えないとかあるかもしれないけど、まあちょっとアドバイスがあると嬉しいかなと思います。ってことで、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ではありがとうございました。